こんにちは。こんにちは。ヘアバンドスロッターズです。どうもどうも。はい、よろしくお願いします。そうだね。今日は、キモなキモ草店さんで、はい、特別に場所をお借りして、はい、ソロと2台並びで、はい、乗り打ちの方をさせていただきたいなと。ありがとうございます。ますちょっと1人体調不良です。あはは、1人早漏です。いいっす。お願いします。あのね、うん。まあ、全然俺の部屋やねん。やばない。よくあるあの閉店を営業時間後のあのパチ屋であのあそうそうそうプロが打たしてもらう打たしてもろてるやつ、ねうん、あるあるある寝台シダ動画なそうそうほんまこれなんかあれじゃんその必勝本 TV のシダ動解説動画みたいな感じでやってるからなすごいよこれが家でできるっていうね、うん、ということでまあ今日は特にそのデータを数えるとか詳しい解説とかはあんまりせえへんねんけども、はいはいまあ、なんか俺らとお前でな、うんよう打ったな。あ、よう打ったし、撮影終わって暇になってさ、うん、乗り打ちしようやってなって、うん、ちょうどええスロットが2台あったから。家にちょうどいい台が2台置いてた、ね。ちょうど変が2つあったから。とかつってね。そう、乗り打ちしようか、言うて。そうですね。まあ思い出でも語りながら。まあ打ちながらね、僕らがね、どうやってパチンカスになっていったのかみたいなね。ああ、いいね。話ができればいいなと思いますね。そういうルーツを語るからですルーツ界ですか。ルーツ界かな。いやですね。ベッドボタンってここにあんねんけども、こっちにもあんねんけども、はい、長押しすると50枚貯まる仕組みになってます。時期なんで。あーごめん。1000円入れる手でやるか。あー1000円入れてくれって思って。それやろう。あそれやろう。じゃあ今日は現金投資。現金投資ですね。はいはいはい。じゃあ僕じゃあ1万円、はいはい、入れるんで。10回このボタン押せる俺はね、1枚ねそうで、押した回数はこのああ、そうやねこれ、子役カウンターっていうね、はい、ガチ勢がよく使ってるやつなんですけどこの輪ゴムがついてるあたりガチっぽいやろガチっぽいスロット台置いた時に滑り落ちんように輪ゴム敷いてんのよこの白のボタンでいくかあ、オッケー白ボタン押した回数ここ押した回数、うん、こう押していくあ、オッケーオッケーで、それかける、うん、1000円なくなってることになりますあ、はい、あ一応楽しめるようにどっちも設定6にしたんです、はい、その実機やから勝手に変えれるんですよそうですねはいしょこま行きましょうかはいあ、はいあ、ごめんごめんごめんじゃあまずは、はい50万入ってるんでじゃあこの回数1押しますね、はいはいはいじゃあまず1000円ということで、はい、そうガチ勢の方あんまり言わんといてガチ勢の方ほんまちょっと許してくれ俺そんなめちゃめちゃうまいわけじゃないから、うん、まあまあまあやるややるかはい OK あっ音もうちょっとでかしようかなああそうね大体どっちもなんかリーチ目を出すゲームみたいな感じだよねなんかこう適切なとこ押して、うん、挟んで、うん、で子役がテンパイして外れたりしたら確定みたいなうんうんこれルーレットとかあるんですよあそれで当たる可能性もあるん実はあるこの出目でもこの外れから当たる可能性あるあ結構レギュラーカーかなって感じだけどいや乗り打ちしてるわ乗り打ちしてるなこの何回見たかこの光景久しぶりやなほんまこれで2人隣で座ってお店によっては出玉を共有できるお店があるんですねあーあるね結局その乗り打ちが多かったからさこう出てこうそうそうそうどっちかが出して永久期間で買っていくんだよね大体 K やったけどそううまくはいかんね懐かしいねほんまそのでもさうんまあ、俺は確かにね受験が終わっておうおうでこう羽目外して、うんうん、友達に誘われて行ってハマりましたけどえ、まあ、じゃあ高3ってこといやまあ第1かな第1かハマりだしたの第1ぐらいじゃん K に関してはもともとハマってたみたいないやー俺はなあっ特リプちゃんはいいいっすか。まあこれ形ねあるんですけど、うん、特リプっていうね特殊リプレイっていう普通のリプレイじゃなくて当たりのリプレイが揃ったんで早っボスです投資1000円イエーイおーやったぜこれはどうなんビッグと入れると違うんやこれは多分レギュラーもあるし、うん、俺そのボーナス比率分からんだよでもこれはこれしかないっていうのは分かるけど全部ある時は俺全部共通やと思ってるいきましょうかじゃあまずじゃあレギュラーこれレギュラーは赤クローバー、このクローバーなんですよちょっと狙おうかじゃあまずはあーもう完全上がってんなあー女な、下段あーまだ分かんへんおおおプレミアなにこれこれ、あれや10王か10王の鳥さんや
ってことは、これビッグ確定っすね。やった入らない。ちょっとミスった、目押しミスった。あーあー、9枚あるね。これ9枚。うん、イエーイ、早っ。引けるんすよ。家やったら引けるんすよ。はい、まあ、俺いつもこっちは青だな、ビタ押してるわ。あーじゃあ青や、多分ビタミスった。ほんまや。あ、ご愛嬌ということで、イエーイ、ビッグボーナス。早いな、兄くん、バリ早い。で、これが、効果のタイプと違うところが、これビッグボーナス中にこの青ならをあのディガガーンみたいな音鳴ったら、青ならをこの辺にビタ押しして、この1個下にビタ押しして、いや、むずいけどな。ゲーム数を上乗せしていって、そのゲーム数だけ回せるっていう。だからほんまにその腕次第なんですよ。そうですね、これはほんまに腕次第っていうのがあるんだよ。まずはこれ、11枚持ってない。これレディーってきたら、これああいいっすね、青だらけ何ビタで、これ人出たら、ここに見えるかな、これ見えるかな。7ゲーム乗ってんけど、うんうん、この7ゲーム分、今このボーナス終わった後無料で回せます。えらい早いな。いやー早いね。こういう時あの店やったらもうめちゃめちゃ喜んでる。でっか低投資で済んだみたいな。パチスロにおいて低投資で済むめちゃめちゃでかい話だよ。投資1枚やろ、やからえ投資は1000円で、投資1000円だ。どうする、あの出るやんメダル。おう、これめっちゃ乗るやつですここで押すことできますよ、これ、はい。じゃあ、でこれ最終獲得枚数出るからさ、あー、それだ、それが、200だから250枚やったら、うん、5枚分ってこと。249枚やったら4、あー、4枚しか入れてないで、最終的にあのプラス10なったら終わりってことだよ。そうあー、なるほど。いや、乗せろね。K も慌ててな。おー、すいません。アビさん、うえ、おお、50あったし、ふわこの店やったらもうこうなってこうなってますよ。もう一回もうちょっと飲みも帰りますこれえぐいわ。中押ししますね。あ、いいっすね。赤なら狙いますね、中押し。あ、そっちの方がいい。こっち見るか。これダンスタイムっていうのに入ったら余計に無料ゲーム数がついてくる。そうですね、ありがたい話ですよ、これ これ入ってありがたい話。ダンスタイム、うん、これ、これがセーフ、アウト、アウト、くっそ、くっそ、無理でしたわ。赤ならを狙います。赤ベルっすね、もうね。これベルやね、ショートもないんでね。まあこういう詳しいのについてはまた俺が説明しますってことで、110ゲームの無料 RT 俺はスタートするので、それ熱いわ。これね、これ何が熱いかっていうとこのでね、横コーンがプルルルってなって、中を赤7押してここに止まったら、もうスイカかボーナス、スイカオアボーナスですね、どっちかなんですね。でもし、スイカがですね、基本的には形はここにスイカが転配するんですね。このラインにスイカが絶対揃う。これ以外のラインにスイカが転配すれば、すなわち二角という流れですね。二角ですよね、シーサーの回路人気です V 狙いますね。 V ね、あーこれね、これもスイカがほぼ揃う形。これもスイカっすね、うん、あーあー、スイカっすわ。ということで残念ってことね。何ゲーム取ったの。110ゲーム、やばマジでやばい。で、あとはこの RTG は波にこれ一番高いところから先に押していくっていう、こうで10プラスってことはシンプル1万勝ちぐらいってことだ。そうか、割り頑張るな。いやこんなうまくいくことないですからね。一回やって、ロックンの乗り打ちしてて、俺1400ぐらいハマってた。1400やね。だって、この台、だから一回1000円で回すのね、まあ、平均30ぐらいしか回んないですよ。それが1400ゲーム当たりなしで回ったということは、それすなわち4、5万入ってる。1000円目が溶けたんだよな、2枚目いくおい、でも持ったな。だいぶ持ったよ。だいぶ持ったな。6やからね、500いいんですよ。そうやな、投資3本が。でしょ、やれば。おい、うん、おっ当たっていく。外れると思わんけ
一応狙っていく。めっちゃかっこいいなと思った。これ本来はスイカかベルが揃う形ですが、こう小山型になってるのでこれボーナス買ってると。しかもなんとチェリー、スイカチェリーのこの綺麗な、あ、気持ちいいね。かい額縁にね、飾って2年ぐらいね、家に置いときたい。ずっと置いとけるね、これね。あー、あー、いいですね。ほんまこんな感じで乗り打ちしてる時も手止めて見るから、どないどないいけてるって見るからな俺。さあどうでしょうか。真ん中にバイルなんですよね。音量設定モードです。まさか。ね。バーが V ですねこの時点でね。まさかこれ。はい。ということでバーですね。大体100枚ぐらいのカットか。そうやな。おお、104枚出ました。ただあのプラス2ですね、下が今プラマイゼロってことやな。今プラマイゼロやな。で、その50枚でまた当てれば、はいはいはい、はい、プラスになると、うん、ちょっとシステムがばいけど許してくれや。乗り打ち2人で結構やってたけどさ、うん、割と早いタイミングでやめたよな。割と早いタイミングやめたとは。だからK が期待値ヤクザになる前俺が期待値ヤクザになる前の話。前マネードリルチャーしとったよ。そうやな、ある程度、うん、でなんか店でめっちゃメダル貯めてやってるけど、ある時 K が急にまあ狂い出して、俺もなんか負けまくってメダルなくなって、それでやめたな。いやいや、普通りょっくんがね、そう動画に出ることが多いから、りょっくんが自由に動ける時間が少なかったから、もうそれやったらもう俺一人でやろうってなってね。そうやな、俺は結構忙しかったから。そう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 、まあ、忙しいとは言っても、まあ、全然つかげるのが忙しいけど、いや、まあ、ほんだね、うちに行く時間なんかなくなったわけですよ。そうそうそう、だから勝ったんですよ、これだから勝ったわけですよ、これ、ね、合理的やな。お、横方になったか、なりましたね。おー、あ、いいね、これね。これもスイカがボーナスですね。スイカが外れかボーナス。さ、外れあるもんな。うん、右転売せなかった、これや。あー、わからん。いやー、わかんねえ。で、2コマしか添えてないの。まあ、これはもう…いやいやいや、しゃあないです。いやいやいや、しゃあないですね。ガチ乗り打ち台は…いや、でも、あれか。いやー、これな。あっ、ちょっと、こんな話してまいりな。これね、斜めスイカというフラグがありまして、はい、平行に揃うスイカは大体50分の1ぐらい、はい、斜めに揃うスイカはなんと250分の1ぐらいかな。うん、だから圧倒的にスイカ斜めで揃う確率は低いわけですよ。しかもボーナス確率は147分の1ってことは、どう考えてもボーナス確率の方が高いと。これはこれワンチャンあるんじゃないですか。これもスイカなんでね、このバーもね。そう、スイカがあれやから、斜めに揃う方、スイカが揃わんかったらもう当たりなんですけど、もう大体真ん中にスイカが来て、あの斜めにスイカ揃います。いや、これあったらでかいです。これ2足して、あ、そうやな、2プラスになるやから。おいー外れていく。いや、俺もちょっと今違和感感じたわ。ってことはあれやな、あれ、あのままバー、もしかしたら泳ぎちゃうとこ。いや、いけ。おいいね。まあまあまあ、いいね。まあまあまあ、ええ、プラスや、うん、いやーな、今でさえちょっと余裕できてこんな感じで趣味で台置いてるけどさ、一時期ほんまにヤバかったから。当時、目ヤバかったよ。目いってたな。目いってた、ほんまに。今、カウンションで目いってるから。それどころじゃないんよ、ほんまに。なあ、だってもう、K がめちゃめちゃ買ってた時は、うん、俺、あの、こんな感じでドライって言ってた。おー、結構やん、うん、ちょっと1万貸してくれって言ってた。もう全ては金を借りるためのねぎらいみたいな感じやった。ほんまもう、幽霊みたいな後ろ張り付いてな。ちょっとスモーマーもやって今やってた、これ。これまたプラス2したいんか。じゃあプラス2や。俺でも300いったから、一旦6プラスができるから、この RT が終われば、俺は一応、5やから、まあ、5000円プラス予定になる、うん、投資1で回収6やから。熱いね。いや、いいよいいよ。しかもこの間にビッグ当ててみんや、もう終わりっすわ。これ、知らんやつからしたら何してんだよ、まったくよな。申し訳ない、すまんの、諦めてくださいよ。それに関してはな、こういう俺ら好きなことするチャンネルだ。よろしく頼むわな。でも社長がわけわからない AV 考えてるよりは俺マシやと思う。いや、あいつが考えてるやつちょっとさ、この間のホラー AV みたいな、うん、ああほんまに心配されてたからな。そんなこと考えてる社長の精神状態どうなる。コメントでな。ほんまにゆっくり休んでくださいよみたいな。なんなるわ、ほんま。でもあれやで、ね、
社員証号してるから結構言われんだよほんまに。まあね、俺がさ、配信普通に寝坊して、おうおう、ごめんなさい、ちょっと今日はできないですってなった時にさ、うん、疲れてるのゆっくり休みなって言われてるけどさ、いやほんまに寝坊してるだけやから大丈夫やで、ね、みんなの方が疲れてるから、ね、大丈夫、俺ら全然元気やからな、まあ、塚君はでもほんまに疲れてると思う。まずやな、何かに支障をきたすってるよ。そうそうそう、なんなら社会で出たらもっと死んでると思うからさ、もっと老けてたと思う。26、いや26という自覚はあんねんけど、うん、結構26とは言われへん。あれもう26なのお前みたいな、顔的に。あ、まだな、同年代の、まあ、失礼やけど俺ら若い子だと思うっていうのも多分そのね、普段から大学生とか、うん、自分の本来の年齢より若い子と、おおすいません、ちょ、ごめんなさい、一回止めるわ。まあまあまあ、あ、ありがとうございます。うわうわ、ちょっとエグい。すげえこれ、これね、あ、ごめんなさい、ちょっと戻りましょう、戻ってください、戻ってください。あ、すいません、これあの、これが右リールにゲナーからなるときは基本的にリプレイかボーナスなんですよ、うんうん、これね、もう見てほしいんですけどね、これもうもうね、わかるでしょって話、リプレイどう考えても揃わないよねって話じゃない。これ何狙ったらいいですか、真ん中。これは、多分7がここで止まると思うねんな、真ん中に。あ、ちゃうわ。じゃあ、これこれもしかしたら赤7やったら、いや、V7 ブラン、あ、でもちゃうか、とりあえず当たりやな。はい。ああ。うん。でもなんかの1枚の役の気がすんねんな。ってことで、中島けど2台とも当たりましたよ。はい、いきますね。三枚書きしもたけど前か。うん、やろ。俺はでもこれちょっとなー、この手で信用できんな。お、待って。これ外れたはず。はーい。はい。これね、7滑ってこなかったんですよ。ああ、そういうことか。ってことは、おい、おい、あれ間違えた、おまた見失ってんじゃん俺。え、お疲れちゃーん、何やねん、おい、滑ってこんなったんやけ、今レギュラーや、レギュラーやけど、まあこれは OK、ね、通常時にレギュラーを引いてもなんもないねんけど、この無料で回してるゲーム数の時レギュラー引いたら、うん、必ず20ゲーム以上のまたボーナスがついてくる。熱いっすよ、熱いっすよ、通常時に引いたらクソの役にも立たんけど。そう、で俺この曲めっちゃ好きやねん。ああね、ということをよくやってます。それどうかな。あー多分バーブランク7の一枚焼きやったんじゃないかな。あー、なるほどな。え、じゃあなんて、え、あの、え、スイカブランク7、あ、スイカブランク7か。そうか、もしかしたらバー狙ってたら、そうそうそう、揃ってたかも。押すの早すぎて、3の V の頭止まってる。はい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 、なるほどな。でもあれさ、ここにスイカあったから狙えたな、よく考えたら。あ、ほんまやわ。なあ、え、そんなある？わからない。確かに。とりあえず、プラスや。プラスや、イエーイ。これが6か。うん。いや、多分、今の俺らの精神状態やったら、うん、これもし店で起きてたら、このままなんかもう終わるかみたいな感じ。あ、これ変えるな多分、うん、でも多分4年前とかやったら6や6やって言ってこの台突っ走ってあの3万ぐらい負けてる、はい、ほんまあかんからな、当たりは 6と思ってたから。6なんか都市伝説都市伝説やからこれダンスタイム、これであの出てくるキャラによってゲーム差は違うと、まあ、レギュラーは大体これアクロが、これムカマラが出てきて、ムカマラが出てくるな、だいたいもう20ゲームなんですよこれ。いや、スロットな、俺のスロットデビューっていうか、あ、デビュー俺あんま知らんねんけどさ、デビューはあの友達とジャグラー行った初めてや、2回生の頃から。あ、はいはいはい。で、友達もそのジャグラーこつくぐらいやったんよ。あ、で、俺もそいつに連れられてジャグラー打ってたけど、うん、その日、ちょっと買ったんよ。あ、買ったけど、いや、こんなもんかと思ってさ。なるほどな。え、もっと勝つもんやと思ってた。もっとなんか2万3万動くもんやと思って。はい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 。で、置き時になるものを知ってあー、爆裂機ね。爆裂機で置き時っていうのがあるんですけど、はいはいはい、それで、見事にね、死にました。一発でね、一発で10万とか動くらい。そう、そう、置き時デビューした月もう30万ぐらい買ったんよ。えぐいな、全部運でな。マジでえぐいな。その後めっちゃ負けた。負けたな。まあそういうもんや、そういうもんなんす、あまり出しはない。
つけなはれや、みんな。せやな。俺は最初エヴァの A タイプやった。エヴァの A タイプ、エヴァの A タイプ好きやから。そうなんや。これ爆発したら継続ないから、無料で回せる20ゲームプラスで、あ、レギュラーで追加された20ゲームは終わって、残りの13ゲームを回して終わり、うん、ですが416枚プラス、あ、今これキャラリーフラッシュ、さっきから説明してなかったけど、これはスイカかチェリーかボーナス、うん、これショートもない方がいいよね。なければめっちゃ熱かったね。あったら大体スイカ、うん、スイカですね。ここから RT ですね。 RT やな。いやもうバーサスはもうね、レジの皆さん分かるでしょ。レジェンドの皆さん、もうバーサス打てるっしょ。バーサスもう打てるよ、打った方がいいよ。絶対打てるよ、これだ、いけるって。あ、これミスったね。おい、やったな、お前。廃材やろ、お前。これだったら損です、かなり。全然ちゃうからな。はい、418枚獲得終了なので、割る50で、8でいきます。ってことは、今俺7プラスということね。おお。ってことは、待って、じゃあ多分これ8プラスなるな、俺。マジ多分全部クレジット以内でレギュラー2発引いてプラスビッグ引いたから。おお。ってことは、はい、329、あーいしょ、あーいしょ、それ6プラスして1、2、3、4、5、6、はい、2人ともボーナスが終了しました。はい、まあ約プラス8000円ですね。僕プラス7000円ですね。合わせてプラスの15,000、2人で15,000勝ち。おお、約ちょっと換金しに行こうか。はい、行こうか。あ、いいっすねこれね。そやな、うん、まあ本格的ななんか配信とか俺のチャンネルでやろうかなと思ってるし、うん、これでパチ遊びができるんで。そやな、うん、あの子次あのみっちゃんのつかけに乗り打ちさせてみたいな。そやな、パチあるあるもできるし。あ、できる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 。あれや、乗り打ちさして、うん、あの2人で語ってもらう。あ、そうや、うん、これ何をしたんやみたいな、なるやろな。あ、いいな、あれやん、このトークの片手間にこうみたいな。そうやな、トークの片手間めっちゃいい、うん、いい、はい、みたいな感じ。みたいな感じです。はい、これはね、あの要望が多かったらまたやります。あ、はいはい、うん、こういうの大好きなんで俺。はい、この2人で話してください。もう、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次はりょっつーの生配信で。そうやな、あのちょっと今調整中なんで。はい、じゃあキュインキュイン、キュインキュインキュイン。